4000型はタインウィアの都市高速鉄道及びライトレールであるタインウィアメトロに在籍する電車。1980年の開業時から継続して使用されているタインウィアメトロ開通に備えイギリスのメトロキャメルで製造された電車。設計は西ドイツのシュタットバーン向けに製造が行われたデュワグ製の B 型電車が元となっておりデュワグは GEC トラクションとともに電気機器の製造にも参加している。編成は2車体連接車で主に2編成を連結した状態で営業運転に用いられており、最大3編成まで連結可能な設計となっている。制度装置として空気ブレーキに加え非常用の電磁吸着ブレーキが搭載されている。車両番号は車体ごとに付けられており、タイムウィアメトロの番号に加え、 2002年以降は、ペロー駅、サンダーランド駅間で、ネットワークレールが管理する、鉄道路線を走行することからトップスに基づいた、車両番号も使用されている。開業に先立ち、1975年に試作車が製造され、ノースタインサイドに設置された、全長 2.4km の実験線を用いた、試運転が実施された。その結果に基づき、 1979年から1981年にかけて量産車の製造が行われた。営業運転開始後は1995年から2000年、2010年から2015年の2度に渡る近代化、延命工事が実施され、塗装変更や車内の改装に加え主要機器の更新も行われた。2019年現在、脱線事故により、 長期給車となっている4021プラス4022編成を除いた44編成が運用についている。2015年の時点で試作車の製造から40年が経過し、量産車についても老朽化が進行していたことから、WebTech レールで実施された2度目の近代化工事は2025年までの対応年数延長が目的となっていた。それも踏まえて、 タイウィアメトロを運営するネクサスは4000系の全車両を置き換える計画を立てており、2023年以降導入される、シュタッドラーレール製の新型車両によって2024年までに引退する予定となっている。ありがとうございます。